はい、皆さんこんにちは。斉藤平備蔵チャンネル、しょっぱい試合ですみません、お前平田だろのお時間がやってまいりました。今日はですね、本当にいるホモの力士について私のですね、独自取材をもとにお話をさせていただきたいと思います。さあ、司会は私斉藤平備蔵がお送りいたします。本当にいるホモの力士、酒の席では力士同士のホモシーンで盛り上がる。男の世界だから性的に最も異性が欲しい時期に女気がないのが相撲界です。それというわけではありませんが、ホモセクシャルな要素を持っている力士はその本性を出しやすい環境にいる現実があります。最近では幕下上位の番付で相撲を取っていた出羽の海部屋の磯部が有名でした。外見は肌が白くてポチャポチャしたタイプです。何人かの力士が関係を持ったという噂があります。ある時、磯部が高砂部屋の序二段の力士と町で会いました。高砂部屋の力士は身長が185センチくらいで、体重も145キロある巨漢でしたが、筋肉質の惚れ惚れするような体格をしていた。前から顔見知りの2人は世間話をしていたが、夜になり人気のないところで序二段の力士はいきなり尻をまくられて、クリームを塗られて危うく襲われそうになったことが評判になります。それから磯部は高遠力の付け人の一人と親しくなって関係ができたことがありました。磯部は自分の持ち物の中にホモセクシャルの愛好者が読み漁るようなその種の雑誌を何冊も持っているのがバレて、一時は他の力士を誘うのを控えさせられていました。その時期はソープランドに通って周りの力士たちもなんとなくほっとしていましたが、実は磯部の財布の中にはホモ専用のファッションマッサージ店の名刺が何枚も収められているのが発見されます。ついにはいたたまれなくなって部屋をすかします。力士は職業柄酒の席に出ることが多いです。谷町に連れられていく時などはおとなしくしているのは仕方ありませんが、気心が知れた力士だけになるとつい本性が出てしまうことがあります。酒の席でその気があるかないかを見分ける手っ取り早い方法は、目つきと体の妙にしなやかな仕草です。ホモっ気のある力士はかなり酒が進んでいるからか、人前にはばからず必ず気に入った力士にホモ行為を仕掛けてきます。ホモ行為を仕掛けた力士は必ず間違いなくその気があると判断できます。その仕掛けを受ける方も全く嫌だというわけでもないが、先輩なので仕方なくといったこともあります。しかし酒の席での仕草はほとんど本物です。力士のホモのタイプはものすごく男っぽいタイプと、いかにも優しげな女っぽいタイプの両極端に分かれています。現在は閉店して亡くなってしまいましたが、東京の浅草にあったスナックのマスターを訪ねて力士が遊びに来ていたことがありました。マスターは力士を客として可愛がっていました。力士にその気がなくてもお元気とか言って力士の股間をギュッと握ったりするのを挨拶代わりにする陽気な人でした。この店は力士の憩いの場のたまり場であり、マスターは筋肉質の細身でハンサムな力士が好みでした。例えば寺尾のような方でしたね。話は戻りますが、相撲部屋の押し入れの開けたらすっぽんぽんになった2人の力士が抱き合っていたのが発見されたり、互いに互いを慰め合う行為を目撃されたりと、エピソードはこと書きません。また結婚をしているのに若い力士に妙に色目を使う某力士がいます。さあ誰でしょう。その力士は元幕内で現在は十両に落ちていますが、言葉遣いが誰に対しても優しいのが気になると最近では噂になっています。それにあの部屋の力士はホモっ気がある力士が多いと評判です。さあ誰でしょうね。力士は早い時期から男の世界で生きていくので、ホモの洗礼を受ける危機があるのか多いのか、結婚が早い傾向がありますということでございました。いかがでございましょうかね。やっぱり D のディワの海部屋ですね。ディワの海部屋が多いですね。やばいですね。あ、俺は物か。で、あ、これ関係ないです。俺は物かっていうのは関係ないですね。さあ今日はですね、令和3年3月の4日ということで、何かありましたかということで、とうとう相撲協会のですね、東農大のあのいいやつがですね、自分のお国の九州の方のね、オリンピックの聖火ランナー辞退した。場所の4日前と重なっちゃって危なくてしょうがないです。まあやっぱり個人のあれでしょうね、評判気にしたんでしょうね。まあ、相撲協会も本来ならば政府の意向にのっとってですね、
言うこと聞かなきゃならないと、あんまり言うこと聞いてないと公益剥奪するよっていうふうに言われるのが一番おっかないですから、言うこと聞かなきゃならないんでしょうけども、まあ少しちょっと自分たちも変にあれだったんじゃないですか。自分の7月場所のですね、絡みがですね出てきて、少し断るしかないのかなって出てきたのかもしれませんね。まあどっちにしてもですね、まあ、3月の14日からですね、国技館で場所をするということで、まあ今お茶屋さんがね相当動いてますよっていうのは、今正直言ってチケットお相撲を見ていただいたら分かるんですけど、たまり席の2万円とか一人末席っていうのはもうほぼ完売してますって言ってますけど、いやいや私知ってる限りでは実はチケット余って大変だって、僕のとこも声かかってきてます。私のね嫁のとこにねメールが入ってきてます。チケット買ってくれって。要はね僕に直接来ないわけですよ。僕んとこ来たら僕断っちゃうから、今なんか行かないよって。そうするとね僕のね妻んとこに来るわけです。うちの嫁んとこにね、要は僕に許可を得るように遠回しにお願いしてるわけですね。チケット買ってって、冗談じゃないって。私の嫁がね、お父さんどうするって、冗談じゃないって、今なんか行けるかんなものって言って、まあ、ちょっと叱り飛ばしておきましたけども、まあ、別に私はね、福原愛ちゃんの旦那さんではありません。そんなモラホラ夫ではありませんので、ご安心くださいということでですね。まあ、今ね、時事ネタを入れながらですね、この笑いが取れるかどうかという、その瀬戸際でやっておりますけども、まあ、今回の場所は1日5000人、マックスで入れるって言ってますけど、まあ、土日は無理やり自分のどこの馴染み放り込むことがあるでしょうけども、平日はもう間違いなくあれでしょうね、マスの C から後ろあと2階席はガラガラでしょうね。事実もう一席なんか全然さばけないって言ってますもん。まあ、こうやってね面白いんですよ。相撲をねだんだん離れていくっていうのはもう本当ありがたいことですね。そして相撲協会民営化っていうふうにつながっていくんですね。お金にならなくなれば絶対にね内閣府の方は相撲協会のことを手放しますから、見ていてください。ただ歴史が長いですからね。そして相撲協会っていうのはとにかく時の権力に寄り添うスタイルスタンスを絶対にぶれないですから、そこは外さないとこですからね、よく見ておきましょう。こういうね成人病予備軍の団体をですね、そしてなんとねこの強姦野郎たちと思っていたら、なんとホモもいたんですよ。やばいですね、やばいですね、ということでですね、まあお金を欲しがるホモがいるということですね。まあこういうのはで差別じゃないですよね、区別しなきゃいけない。おホモな方がですね、おホモな方ね、ちゃんとなホモだなんてそんなね差別的に言うと、おホモな方ね、おホモな方ね、お相撲は親お嬢ね、お相撲のねお金がどっから入ってくるのって、おチャイナから入ってきてね、懸賞金なんかはねお朝鮮のね会社がね結構出してたりなんかする。それと懸賞金はダコが扱ってるかっていうと電通ですよ。で電通の創業者ってどこの生まれの方だったでしょうね。はい、お朝鮮の生まれの方でした ね。もうすっかり電通に乗っ取られてですね、どこが公益財団法人なんでしょうかね、公益財団法人の手をなしていますかということで、こういう団体にですね公益を与えていてはいけませんね。はいね、親お嬢をしてお朝鮮とかおチャイナとかですね、まあそういうところと仲良くしている団体ね、こういう左翼的なね公益財団法人はなくなっていただきましょう。ということで、今日の講義はこれにて終了。各自解散、ね、予習復習をして戻ってきたい方はどうぞ戻ってきてください。戻ってきたくない方、戻ってこなくて結構です。いいですか？これはね、今日はラジオですよ。ラジオ。ね。そして、見ない、聞かない、チャンネル登録なんかしちゃいけませんよ。ね。はい。それでは、私がまた殺されなければお会いいたしましょう。ね。さようなら。